ったじゃないですか、イベント期間終わったんですけど、長いかなと思ったら意外とすぐ時間過ぎて、すごいなんか今寂しいです。でもね、6月からねライブをやりますので、皆さんぜひぜひ楽しみに待っててください。それではここでメールを1枚読んじゃいたいと思います。ラジオネーム細井翔子さんからです。こんばんは。毎回毎回ラジオ楽しく聞かせてもらっています。月曜日の週をはじめに、松岡くんの声が聞けるから毎週毎週1週間頑張ります。ここで松岡くんに相談です。大好きな人が嬉しいことを言ってくれるのに、いつもそっけない態度を取ったり冷たい態度を取ったりしちゃってツンツンしたりしちゃうんですよ。どうしたらいいですかね。本当は大好きなんですけど、恥ずかしくて感情を表に出せません。やっぱり勇気を出して素直になるしか方法はないですかね。よかったらアドバイスお願いします。これからも応援しているので頑張ってください。ありがとうございます。いやー、でもね、これは分からんでもないけどね、なんかこれってでもよくある話じゃないですか。なんか好きやけど素直に言えなくてツンツンしちゃって、なんか怒っちゃうみたいな、多分それって誰でもあると思うんですけど、でこれは両思いなのかな。この人は両思いならね、ちゃんと素直にね気持ちをぶつけるべきですけど、まあでもの駆け引きしてるんだとしたらツンツンしてもいいと思いますよ。でもね、多分ね、あのね、効果あると思います。あの、お新規大事ですからね、こういう恋愛っていうか、まあ恋、僕もそんな恋愛の経験とかないですけど、でもお新規って大事だと思います。好き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 ってなって、いきなりふっとあれ言われなくなったと思ったら不安になりません。だからたまにはツンツンしてもいいけど、たまにやっぱり素直に伝えるのがいいかなって思いますよ。その方がグッとくるかもしれないし、ツンデレの割合はまあツンが60だったらデレは40ぐらいあった方がいいですね。半々よりちょっと多めでやっていただけたらグッと心をつかめるんじゃないかなと思いますけどね。頑張ってください、翔子ちゃん。はい、メールありがとうございます。番組後半でもメールを紹介していきますので待っててね。それではミュージックスパイス1曲目はこの曲からスタートしたいと思います。今週リリースされるニューシングル、スパイエアで。ミュージックスパイス、この時間は松岡拓也がお届けしています。いよいよ今週末6月1日、そして6月3日、初台のドアーズで松岡拓也のソロライブが行われます。イエイ。いやー、ここまで来るのに早かったな。なんかあっという間に来ました。でもね、6月1日から始まるじゃないですか。初めてじゃないですか、あのソロになってからのライブは。だからね、正直なところ、本当に不安いっぱいですね。不安いっぱいですし、まあトークも心配です。正直なところ、なんかね、どういう企画をしようかとか、なんかファンの皆さんがどうやったら楽しんでもらえるかっていうのをね、このライブまでにまだまだ突き詰めていきたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。そしてグッズもね、僕はT シャツとタオルをデザインしました。なのでぜひライブ会場でもゲットしてほしいです。あと鏡とね、うちわかな、うちわと、まああとはね、来てのお楽しみですね。あとはあるかわかんないですけど来てのお楽しみです、本当にライブは。なので皆さんもね、ライブを来るのにあたってやっぱり体調もしっかり、ね、管理して元気な状態で来てほしいし、元気な状態で来て、もうそこで元気なパワーを全部僕にぶつけてほしいですね。やっぱり盛り上がりたいので一緒に、だからたくさん声出して、たくさんジャンプして、たくさん歌ってみたい なんかそういう、なんか僕も一体感のあるライブにしたいなと思ってますので、皆様僕と一緒に一体感になって一つの空気をね一緒に楽しみたいですね。ツインテールで来てください。全員ツインテール隣の人邪魔かな、高い位置からやってたらツインテール当たんねえけどちょっとみたいなまあね、ライブはね本当に不安ですけど楽しみがいっぱいなので、本当にライブ中もちゃんとお客さんの顔を見て、ちゃんと歌詞を届けて、なんていうんですかね、歌でね、まあ、泣いてる人がいたらいいなぐらいのなんか気持ちで
歌いたいなと思います。あとですね、今回ね来れない人も多分ねいると思うんですけど、まあ、来れない人はまたね8月にもライブありますし、これからもどんどんいろんな地方で歌っていきたいなと思ってますので、落ち込まずまた会える日が来ると思って頑張って待っててください。絶対会いに行きます。そして来れる人はね、さっきも言ったように元気いっぱいでたくさん盛り上げて一体感のあるライブにしたいなと思ってますので、ご協力よろしくお願いします。ライブの時にね、この台本に書いてるんですけど、ライブの本番前は松岡くんいつも何してるのって。僕大体ライブの本番直前にご飯食べます。いつもサラダネギの時からなんですけど、 10分前とかに食べるんですけど、でもいつも後悔します。食べてから横腹が痛くなるので。でもなんかライブの直前って緊張してお腹減るんですよ。逆みたいなんですよ。森くんとか慎太郎さんは絶対直前に食べないんですけど、僕はいつも弁当一つペロッと食べちゃうんですよ。昼ご飯食べて、例えば2時から本番とするじゃないですか。12時に昼ご飯食べたら1時50分にまた弁当食べるんですよ。だからちょっと異常なんですよね、僕ちょっと珍しいんですよ、本当に。だからでも今回踊らないから食べても大丈夫かなっていうちょっとした甘えでもね、パフォーマンスはしっかり歌もね含め全部ちゃんとしっかりね、僕もちゃんと頑張ります、ちゃんと頑張りますねはい、それではここで1曲お送りいたします。ライブでも多分この曲を歌うんじゃないかな、多分、いや絶対それでは聴いてください。松岡拓也で月の剣。